皆さんこんにちは、ソルユガクです。本日はエイジドケアでの永住権取得についてお話をさせていただきたいと思います。はい、実はソルユ留学は、最近動画でエイジドケアのコースを履修して実際に職に就かれた方の、動画を、上げさせていただいているんですけれども、実はこの1年間ぐらいソルユ留学では大変このエイジドケアでの移住永住に関するお問い合わせが大変多くなっています。で、先に結論からお伝えさせていただきますが、このエイジドケアでの永住権取得というのはできます。できるんですが、ただかなり限定的な選択肢、そしてその道のりもあまり簡単ではありません。正直すごく難しい分類になってくるので、正直なところこの永住移住っていう観点からすると、本当にこの介護士エイジドケアとしての職種以外考えられませんという方以外はあまり永住権取得という観点からはおすすめができません。ということで今回は、実際になぜこの、エイジドケアセクターでの永住権取得、移住が難しいのかという点についてお話の方をさせていただきたいと思います。ということで、まずはじめに、オーストラリアでの永住権取得、この方法システムについて先に少しだけお話をさせていただきますが、ソルユ留学の YouTube では以前に、この永住権の、取得方法、システムについて動画を上げさせていただいているので、詳しい説明については今回は割愛させていただきますが、少し簡易的にご説明をさせていただくと、まずオーストラリアで永住権取得を考える場合に一番重要なポイントとしては、そもそも申請を希望する職種、こちらがスキルドオキュペーションリストと呼ばれる職種リストに含まれているかどうかというのが大きな分かれ道になってきます。で、こちらの職種リストは大きく分けると3つ、 MLTSSL、STSOL、 そして ROL という3つの区分に分かれていて、申請希望する職種がこの3つのうちどの職種リストに含まれているのかによって申請できるビザであったり条件、方法というのは変わってきます。で、ここで残念なお知らせです。このエイジドケア、介護士ですね、こちらの職種は現状この3つのどの職種リストにも含まれていません。ただ厳密に言うとレジスターナース、正看護師ですね、看護師としてエイジドケアの施設で働いている場合、看護師としてですけどエイジドケアの施設で働いている場合、永住権の申請ができます。ただこちらはあくまでも看護師としての永住権取得になってくるので、あくまで通常のエイジドケアワーカー、介護士ですねとして永住権の申請希望する場合は現状このスキルドオキュペーションリストには含まれていません。はい、ということで、今現状はこちらのエイジドケアワーカーでスキルドオキュペーションリストには含まれていないという話がありましたが、では実際にどのように永住権の取得をするのかということなんですけれども、こちらはダーマというものになります。で、こちらのダーマとはと思われる方もすごく多いとは思うんですけれども、実はソルユ留学では以前にチャイルドケア、保育士さんとしての職種で永住権を取得する際についての動画にてこのダーマについては詳しくご説明させていただいているので、今回は詳しい内容はまた割愛させていただきますが、簡易的にご説明させていただくと、一部の特定の地方エリア、特に人手が足りていない地方エリアとオーストラリア政府が特定の同意を結んでいるもの、これをダーマと言います。で、このダーマの合意、アグリーメントを結んでいる地域においては本来職種リストに含まれていないような職種であったとしても、ダーマに含まれている地域が設定している職種条件を満たしている場合にのみ TSS ビザ、こちらスポンサービザですね、このスポンサービザの申請が可能になるというものです。つまり、通常スポンサービザ、就労ビザの申請ができない職種、例えばエイジドケアワーカーのような本来であればスキルドオキュペーションリストに含まれていない職種であっても、このダーマと呼ばれるエリアに指定されている地域で特定の条件を満たしていた場合、スポンサービザの申請、そしてその先永住権取得というのが可能になります。ただ一番重要なのは、今このダーマで指定されているエリア、こちらはオーストラリア全国に現時点で十数箇所あります。で、この全部の地域でこのエイジドケアワーカーとして申請できるわけではなく、地域ごとに申請できる職種であったり条件というのは大きく変わるので注意が必要です。では、ここまでの話だとおそらく多くの方が、じゃあエイジドケアワーカーでも永住権取れるじゃないですかと思われると思うんですけれども、ではここからは実際になぜここまで話をして永住権取得できる方法があるにもかかわらず
実際の道のりは難しくお勧めできるものではないのかという点についてお話をさせていただきます。ということで、まず永住ケアワーカーでの永住権取得がなぜ難しいのかお話しする前に、先になぜ今現時点でここまで永住ケアワーカーで永住権取得というこのトピックが、熱を帯びているのかという点について大きく分けて2点お伝えさせていただくと、まず1つ目は必要な学位、資格というものになります。オーストラリアでは通常特定の職種で働く場合、その職種ごとに必要な学位というものが設定されており、それは大学のバチラーやマスターの学位であったり、専門学校のサティフィケートであったり、ディプロマと呼ばれるような学位、これは職種によって様々なんですけれども、エイジドケアワーカーの場合は基本的にサティフィケート3、こちらの学位が必要となっています。で、このサティフィケート3というのは、必要な入学条件として、まず英語力は IELTS 5.0 から 5.5 相当なので、正直他の学部、大学とかと比べても入学条件はそこまで難しくありません。そしてコースの期間、こちらもかなり重要なんですけれども、通常半年から1年間、この短いコース期間を履修完了することで、エイジドケアワーカー、介護士として働くことができます。多くの職種で2年以上履修することが求められることが多いという点からしても、このエイジドケアワーカーは入学の基準が低く、かつすぐに卒業して就労開始できるという点で人気が上がっています。そして2つ目、こちらはお給料の面になります。一般的によくオーストラリアのお給料は日本と比べても高いというのがすごく一般的にはなりますが、特にここ最近日本のテレビであったりメディアで、オーストラリアでの介護士としての職種、こちらが日本での介護士としてのお給料と比べて高いというような報道であったり、バラエティ番組であったりでよく流れることが多くなっています。そういった情報からも、もちろん実際に平均金額を比べるとオーストラリアの方が高いんですけれども、そういった情報を踏まえた上で、今現在日本で就労されている方が日本ではなくて海外、特にオーストラリアでより高いお給料の場所で就労したい、そのために移住永住を考えられるといった方が増えています。ということで、ここまで話を聞いているととてもメリットが多くて、やっぱり永住権取得に対して永住権いいじゃないですかと思う方が多いと思うんですけれども、ここからはより現実的に、ではなぜエイジドケアでの永住権取得というものが難しくお勧めできないのか、お話しさせていただきます。はい、ということで、ここからはエイジドケアでの永住権取得の難しいポイントにつきまして、大きく分けて3つお話しさせていただきます。まず1つ目、卒業後の滞在するためのビザのオプションになります。これはどういうことかというと、先ほど永住ケアワーカーでの永住権取得、もしくはコース履修のメリットとして、短い期間で卒業したらすぐに働けるようになるという点がありました。もちろん履修完了、卒業後すぐに働けるようになるのには変わりありませんし、入学の基準というのもあまり高くはないので、すごく仕事を得やすい、仕事に就きやすいというメリットはあるんですけれども、一番大きな問題は、では実際にコース完了後、履修後、卒業後ですね、何のビザで滞在をするのか。もちろん学生ビザで履修期間中は学生ビザで滞在できますが、コース履修完了後、卒業後、学生ビザももちろん切れてしまいますので、働けるようになったからといっても、じゃあ滞在できるビザがなければ働くことはもちろんできません。人によってはワーキングホリデービザだったりとか、特定の就労ビザが申請できるというケースもあるかもしれないんですけれども、これまでの過去のケースでいうと、卒業後にこういったオプションが残っている方はあまり多くないことが多いです。そうなった時に、じゃあどうするのかというと、じゃあ永住ケアコースが終わった後、また改めて学生ビザを申請し直すという方が多くなります。で、その場合、もちろん学生ビザを延長するということは、新しい学校を申し込まなければいけないので、もちろん学校に1年間、半年から1年、もしくは2年間通う必要もありますし、通うということは学費のコストもまたかかってくるので、その分結局短い期間で卒業できるといっても、働くために滞在用の費用がかかってくるというのが一つのデメリットになります。で、ここで例えば先ほどちょっと例に挙がったチャイルドケアなどの特定の職種に関しては、コース履修完了後に卒業ビザというものが申請できます。
ただ、残念な点としてエイジドケアは特定の職種リストに含まれていないので現状卒業ビザの申請ができません。なのでチャイルドケアなども先ほどお話した通りダーマエリアでのスポンサービザを取得するという点でかなり似ているんですけれども、チャイルドケアであったり他の特定の職種に関しては卒業後滞在そして就労できるビザがあるという点でエイジドケアはかなりデメリットが大きくなります。そして2点目、こちらダーマエリアでのスポンサービザの申請条件に関してになります。こちらは、1点目難しいポイント1点目と少し似ているんですけれども、ダーマエリアではエイジドケアワーカーとしてでもスポンサービザが申請できるという話がありましたが、もちろんスポンサービザを申請するにあたってスポンサービザの申請条件を満たしている必要があります。でこちら通常スポンサービザというのは一般的には2年間のフルタイムでの職歴が必要になってきます。ただダーマのエリアによっては地域によって最低1年もしくは2年、1年半というように地域によって必要な職歴というのは変わってきます。ただ一般的には最低でも通常1年間の職歴が求められることが多くなってきますとなった時に、先ほどの1点目とちょっと同じになってしまうんですけれども、この1年から2年間の職歴を作るためにどのように卒業後やりくりしていくのか、もちろん日本もしくはオーストラリアですでに経歴がある方なのであればうまく条件を満たすことができるかもしれませんが、これから永住権取得のために介護士を目指す永住ケアとして働き始めるという方にとってはコース履修完了後卒業してからこの1年ないし2年間の職歴というのが必要になってきます。そうするともちろん1点目と同じように卒業後に1年から2年の滞在するビザが必要になるので、これをどのようにやりくりするのかがとても難しいポイントになってきます。はい、そして最後3点目、こちらは永住ビザ取得までにかかる時間になります。こちらは一般的によくあるのが、永住権取得に関して、大体数年ぐらいで取れるんじゃないのかなって思われている方がとても多いんですけれども、実際にこのスポンサービザを経由して永住権取得するまでの時間というのはかなり時間がかかります。もちろん最初にコース履修をする上で半年から1年間の時間がかかる、そして先ほどスポンサービザを申請するためには1年から2年の職歴が必要という話もありました。そしてそれらを満たした上でスポンサービザが実際に降りた後、こちら4年分の滞在ビザになります。でこの4年間のうち3年間スポンサー先で働き続けることでいよいよ永住権取得に向かって動いていく、永住ビザに続いていくという話なので、ここまでで少なくともおおよそ最低5年から6年はかかります。でこれは別にエイジドケアワーカーだから5年6年かかるというわけではなくて、あくまでもスポンサービザのプロセスになってくるので、これは例えば先ほど話にあったチャイルドケアでも看護師でも IT でも他の職種でも同じ話です。スポンサービザの場合はこれくらい時間がかかります。ただ、エイジドケアはこのスポンサービザをダーマエリアで申請するという以外の選択肢がないので、他のそもそもスキルドオキュペーションリストに含まれている職種からすると自分のポイントを使って申請できるスキルドビザなどのように、卒業後1年2年ぐらいで永住ビザを取得できる方法もあったりはします。なのでそういった点で言うと他のビザの選択肢がある、もしくはもっと早く永住権を取る可能性がある職種と比べて、永住ケア最初からダーマエリアでスポンサービザを申請する以外に方法がないという点でかなり限定的かつ最初から5年から6年最低でもかかるというのが決まっているのが最後の難しいポイントになります。はい、ということで、本日はエイジドケアワーカーとしての永住権取得の方法と、その難しいポイントについてお話をさせていただきました。冒頭にお伝えした通りこのエイジドケアワーカーとしての永住権取得というのは不可能ではありません。もちろん方法はあるんですけれども、履修完了後の滞在オプションであったりとかスポンサービザの就労条件を満たすための難しさ、また滞在延長するためのコストであったり、もろもろの点で、永住権取得という観点からはあまりおすすめできる方法ではないというのが本日のお話になります。ただもちろん途中でお話した通り、この介護士として永住ケアワーカーとしてしか永住権取得を考えられていない方にとっては方法も残されていますし、永住ケアワーカー以外の職種であっても永住権取得が簡単というわけではないので、ここはもちろんケースバイケースになります。またもちろん、途中でお話した通り日本もしくはオーストラリアで、介護士としての経歴がある方、
まあ、もしくはその他にオーストラリアで滞在するビザに関しては問題なく他に方法を残している方にとってはこのエイジドケアでの永住権取得というのも現実味はあるかもしれないので、まあ、それぞれのこれまでの過去の経歴そして現状で何かご不明点ご要望とございましたらぜひソリ留学のウェブサイト公式 LINE そして各 SNS からご連絡をいただければと思います。また今回の動画が少しでも役に立ちましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ソリ留学の YouTube では留学やビザに関連する動画を多く上げていますので何かリクエスト等ございましたらぜひご連絡ください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。